皆さんこんにちは、井本と申します。今日はバイオマスエネルギーについてお話をいたします。まずですね、そのバイオマスエネルギーの前に、普段ですね、我々は一体どれぐらいのエネルギーを使っているんだということを、考えてみたいと思います。で、これですね、人間が私もですね、ちょっと年のせいか足腰が弱ってきたんで、スポーツジムに行ってですね、こんなことやってるんですけども、この時にですね、何ワットかセットします。で、実はですね、これで私の人間の力でですね、この40ワットの普通の蛍光灯何分つけられるか、どれぐらいつけられると思いますかね。時間なんで答え言っちゃいますとですね、2本しかつけられないです。ちょうどですね、私80ワットにすると、これですね、まさにこれなんですけども、まあ1時間以上はですね、こう自転車こいでいられるんですけども、100ワットにするとですね、途端にしんどくなってきて、15分か20分ぐらいでですね、もうダメですね。ということで、1時間以上頑張れるのはですね、まあ80ワット。ということで2本ぐらいしか人間パワー出ません。ということでですね、まあ人間は80ワット程度なんですけども、今、キロワットでですね、単位を表すんですけども、昔はですね、馬力、車もですね、100馬力とか言いますよね。馬力で、パワーを表します。ということで、1馬力ですね。で、人間はですね、まあそう考えると大体 0.1 馬力。だから人間、10人で1馬力、馬1頭分になります。それからこれ、原チャリ、原動機付き自転車というちっちゃいバイク。これちっちゃいんですけども、まあ4頭分あります。車、そんなでっかい車じゃなくてですね、まあカローラぐらいの、1500か 1600cc ぐらいの車なんですけども、これでも100馬力あります。馬100頭分。ですから、買い物に行くのにですね、まあちょろっと買い物に行くのに、自転車で行ったらですね、1人力 0.1 馬力。まあ馬で行く人はいませんけども、馬で行ったら1馬力。原チャリで行ったら4馬力。車でですね、これ、まあもちろんこれ思いっきりアクセル踏んで100馬力なんですけども、まあ100馬力思いっきりアクセル踏まなくてもですね、まあ馬相当分の、パワーが走ってると。だから今度外に行って車走ったの見たらですね、馬何十頭分か走ってると。まあそんだけエネルギー使ってますと。で、じゃあ一方家ではですね、まあいろんな、家庭がありますけども、だいたい4キロワットとかですね、3キロワットの契約電力。で、これを、超えるとですね、ブレーカーが落ちます。で、4キロワットっていうとですね、まあ5等分ちょっと。で、人間でいうと50人分ですね。ですから、我々、うちでですね、50人の、まあ、人を雇って、パワーを出してもらっていると。そんなふうに考えてください。まあ、だから、バイオマスエネルギー、再生可能エネルギーという前にですね、こんだけ大量に使っているエネルギーを、どうやって抑えていくかということを考えないとですね、とんでもないことになってしまう。で、本格的にですね、化石エネルギーが使われ始めたのは、戦争が終わってからですね、こんなふうに述べてきました。それで、大雑把に言うとですね、まあ、この間、我々は、石油のですね、大体半分ぐらい使っちゃったというふうに言われています。だから戦後ですから、私のですね、まあ、親父ぐらいの世代ですね、私の親父、それから私とですね、私の子供ぐらいでですね、石油も相当使っちゃったと。これ、よくね、出てくる、石油はあと何年掘れるか。まあ、石油ですね、まあ、2017年ですと、だいたい50年分、あと掘れるって言われてます。まあ、ところがですね、まあ、ちょっといろんな、意味がありまして、火災年数、あと掘れるっていう意味なんですけども、これ実はですね、今確認されてて掘れる、採掘できる埋蔵量、それをですね、1年間あたりの、消費量で割ったもんですね。ですから、もうこれ以上石油が見つからなくて、で、今のペースでですね、使い続けていくと、50年と。まあ、ところがですね、当然新しい油田も発見されますし、またですね、技術が進歩してくれば、今まで掘れなかったものでも掘れるようになってきます。あと値段が上がればですね、今まで、掘らなかったものも掘れるようになってきます。まあ、そんなことでですね、これ変動していきます。で、まあ、大体ですね、これも見ていただくと分かるんですけども、まあ40年とか50年ぐらいでですね、まあずっとこの数字が続いているわけですね。で、これだけ見るとですね、これだから、ね、このままずっと行くんじゃないかと。いつまで経ってもですね、石油なくならないんじゃないかと言われる方も、思われる方もいるかもしれませんけども、そんなことはないですね。いつか必ずなくなります。多分ですね、私が死ぬ頃はまだあるんですけども、うちの子供が死ぬ頃にはもしかしたら、とんでもないことになってしまうかもしれない。おそらく恨まれますね。うちの親父のお前たちの世代でですね、もう石油いっぱい使ってくれたと。それから石油がなくなる前にですね、CO2 が
濃度が高くなってですね、そっちの方が危機的な状況になるんじゃないかという人もいます。まあ、いずれにしてもまあひどい状況になるわけで、これを何とかしなきゃいけない。これはですね、世界でどれだけのどんなふうにエネルギーが使われているかということなんですが、やっぱり石油、石炭、天然ガス、これが圧倒的です。で、13.4%、これがですね、再生可能エネルギー、リニューアブルエナジーというものですけども、その中のですね、まあ、ほぼ相当な部分がですね、バイオ燃料、まあ、バイオマス、今日の、テーマのバイオマス、あとまあ水力、その他太陽電池とかですね。でこれはその再生可能エネルギーの中で、どういう分布になっているかということを見たんですけども、まあ、70% がですね、バイオマスと廃棄物、まあ、廃棄物の中でも、バイオマス由来ですね、紙とかですね、それから廃木材とかですね、生ごみとか、そういうものですね。でじゃあ結構ですね、まあ、バイオマス燃料使われてるんじゃないかと、いいじゃないかというふうに思われるんですけども、この内訳を見てみますとですね、そのほとんどは、炭とかですね、薪ですね、それからまあ途上国に行きますと家畜の糞とか、そういうまあ昔ながらの燃料がですね使われています。で先進的な、まあ後で紹介しますけれども、エタノールとかですね、バイオディーゼル、まあそういうものはまだ少なくて、再生可能エネルギー全体の 4.3%、 それからバイオガス、これはまあメタンが主なんですけども、メタンもですね、まあ少し使われています。ということでですね、ここからまあバイオマスエネルギーのお話に入っていきますけども、まあ、バイオマスエネルギー、利点と欠点があります。利点はですね、再生可能と、使っても、また、作れると、それからカーボンニュートラル、これはまあ、よく言われてますけども、バイオマス燃やすときには、CO2 が出るんですけども、まあ、その原料ですね、その原料の例えばこれ木が成長するときにですね、また CO2 を吸うんで、トータルゼロじゃないかという結構都合のいい考え方なんですけども、それからまあ化学エネルギーなんで、電気と違ってですね、保管できると、ためとくことができると、それからまあ綺麗であると。欠点としてはですね、エネルギー密度が低い、広く集めてこなきゃいけないと、それから土地利用効率が悪いと、食料との競合、で同じものをずっと作っていると、地力が低下してきますよという、こういう悪い面もあります。まあ、再生可能エネルギー、マスコミではですね、いいことしか言わないんですけども、悪い面も当然あります。それから地域分散型、まあ、これはいい面もあるし、悪い面もあるということですね。広く分布しているというのは、集めてこなきゃいけないんで大変なんですけれども、どの地域でもあるということで、まあ、地産地消型もですね、利用ができるという、こういう特徴を持っています。これはですね、その地域的に、じゃあどれぐらいのバイオマスが使われているのかということなんですけども、まあ、これはですね、この地域で使われているエネルギーの量ですね。やっぱり、先進国は圧倒的に多いです。アフリカは非常に少ない。アフリカはその中でもですね、約5割が再生可能エネルギーです。この5割のうちのですね、ほとんどがバイオマス。ですからアフリカのエネルギーのですね、半分はバイオマスから来ているということですね。そう考えるとですね、アフリカはひどくですね、まあ、ひどくというかですね、いい、ね国じゃないかとね、みんな頑張ってバイオ燃料、再生可能エネルギー使っていると、化石資源使ってないと、これは立派だというふうに思われる部分もあるんですけども、一方でですね、これモザンビークで、我々のプロジェクトをやった時のですね、まあ、ちょっと調査に行った、土地です。モザンビークで何が起きているかというとですね、ここにその我々のジェトロファというですね、木を植えて、で油を取ろうと、それで、固体燃料も取ろうと、それともう一つこの土地を再生させようというようなですね、まあ、プロジェクトをやってまして、その時に調査に行った、時に撮った写真なんですけども、まあ、聞かされたのはですね、ここ5年前まで森だったと。5年前まで森だったところがですね、もうこんなになっちゃったと。ここでほったらかしなんですね。あと誰も木を植えないと。それから木を植えないと、これ雨も少ないんでですね、もう木は生えてきません。でこうなるとですね、これは、これどうですかね、さっきのね、再生可能じゃないですよね。一回切って、あとそのままですからね、もう生えてきません。人工的に植えない限りは。それからカーボンニュートラル、ね。これもちょっと怪しくなってきますよね。植えて、使って、植えて、使ってカーボンニュートラル。これも怪しくなってくると。いうことでですね、
まあ、バイオマスエネルギー、いいばっかじゃなくてですね、まあ、こういう、使われ方もあります。こうやって炭を作ってですね、売ってるわけですね。でこれはモザンビークだけじゃなくてですね、サブサハラ、サハラ砂漠の南の地域ではですね、ひどくこれが、問題になってまして、人口増えてるんですね、またね。世界の人口というのは50年で、倍になってきます。平均して。で、モザンビークに限って言えばですね、25年で倍になってる。ものすごい勢いで人口増えてますね。まあ、それでこういうですね木がバンバン切られていると。こういうバイオマス、まあいいことばっかじゃなくてですね、こういう点をどうやって見ていくか。じゃあバイオマスエネルギーが進んでいる国はどこかというとですね、いろいろありますけども、スウェーデン、北欧ですね。これですね、1970年大阪万博、いつも大体私学生相手に喋ってるんでですね、大阪万博っていうとうんという感じなんですけども、まだ生まれてないんですが、今日お顔ぶれを見るとですね、かなりの方がこう大阪万博に行かれたんじゃないかと思ってちょっと嬉しくなるんです。私も行きましたね、小学生、小学6年の時にですね、これ行きました。もう本当にね、私も理系の、今理系女っていう言葉ありますけども、私理系男子でしたからね、もう本当これ行った時、1970年高度成長真っ渋でですね、もう科学技術何でもできると、未来は明るいと、イケイケどんどんとね、そんな感じですよ本当に。ところはですね、この時点で、スカンジナビア館、ね、スウェーデンも入っていますが、掲げてたのはですね、これですね、環境、産業社会における環境の保護、これを前面に出したですね、パビリオンを作ってたわけです。これ行ったかというと、もちろん私は行きませんというか知りませんでした。イケイケどんどんの方しか見てないんでね、ロボットとかね、の方ばっかり見てしか見てなかったんで、これ知りませんでしたけども、後から見たらですね、すでに、北欧のですね、国々は、環境破壊がですね、これ問題になってた。酸性雨とかですね、なんとかがあり、いろんなことがありまして、それで1970年代からですね、本格的に、環境のためのですね、まあ、政策を始めたわけです。1972年にですね、国連 人間環境会議がストックホルムで開催されたと。その結果ですね、これはスウェーデンと日本のエネルギーの使われ方です。これ絶対値がですね、大体10倍ぐらい違います。まあ、人口もですね、まあ、10倍以上違うんで、これはまあそのままこう絶対値を比較するんじゃなくて、この割合を見てほしいんですけども、さっき言ったようにですね、1970年ぐらいからですね、本格的に、まあ、北欧の国々ではですね、こう再生可能エネルギーの使われを始めまして、主にバイオマス、主にこれ木ですね。これをまあ燃料として使おうじゃないかということで、ガーッとこれが増えてきます。で、石油がですね、少なくなっていくと。それからまあ賛否両論ありますけども、原子力、まあ、これ、まあちょっとこれを、話すとですね、またいろいろ後で質問来そうなんで、これは言いませんけども、まあ、ちょっとこれは置いといてですね、バイオマスが増えていくと。で、日本はどうかというと、日本はですね、これですね、相変わらず、石油、ガス、石炭ということで、ほとんど、化石燃料に頼っていると。まあ、こういう、現状です。で、スウェーデンではですね、今、だいたい4分の1ぐらいがですね、このバイオマスで、まあ、エネルギーを、補っているんですが、将来的にはですね、これを倍ぐらいに増やしまして、約半分をですね、バイオマスで補おうと。そういうことになっています。ということで、まあ、我々ですね、ちょっと参考にできるところは、まあ、参考にしようよということなんですね。で、これは、スウェーデンにはですね、これがあります。地域熱供給。これはですね、村とか町のですね、中に、発電所があります。で、発電所があってですね、そこで電気だけじゃなくて、発電するとですね、必ず熱が出ます。熱の方が多いんですね。熱の方が半分以上熱です。あとは電気。で、まあ、通常の発電所はですね、その熱を海に捨ててます。逆に言うと海の水で冷やしてるんですね。でところが、スウェーデンのような寒い国ではですね、そこで出た熱を、家庭に配ってます。これをですね、その地域熱供給って言います。だから日本だと、電気とかガスとか水ですね、これを配ってますけども、まあ、寒い国はですね、それに加えて、熱、蒸気だったりですね、お湯だったり、それをこう配ってる。その使われた燃料がですね、1970年は石油だったんだけども、これがですね、どんどんバイオマスに変わっていたと。これをやると何がいいかっていうとですね、その発電所だけが変わればいいんですね。で、各家庭はですね、その熱をもらってるわけですから、家庭のインフラはそのままです。土地のインフラもそのまま。発電所の燃料が、石油からですね、バイオマスに変われば、その町一帯がですね、石油からバイオマスに変わると。これはですね、スウェーデンの税金の
かけ方です。2010年ってちょっと古いんですね。これは毎年変わってます。毎年見直されてですね、変わってて、それで新しいのをここに出せばいいんですけども、新しいのはですね、非常に分かりにくい、説明も大変なんで、まあ、ポリシーは変わってないんでですね、2010年のこれ出してみました。これは工場で使うエネルギーにかかる税金ですね、オイル、灯油ですね、それから重油、それから石炭、それからこれが木質バイオマスで、これはですね、本体価格で、石炭の方が木質バイオマスより一番まあ安いですね、ところがこんだけ税金をかけてると。これ何かというとですね、エネルギー税、CO2 税、硫黄税、これがですね、かかっています。でその他に、家とかですね、あと輸送で使うときは、バリューアディドタックス、これ消費税みたいなもんなんですけども、これがですね、25% かかります。まあ、日本は消費税をですね、10% にするんだって言って騒ぎになってますけども、まあ、大体北欧の国はですね、まあ、物によるんですけど、25% かかってるんですね。ということで、この木質バイオマスは税金かかってないと。まあ、こういうですね、政策を、ずっと、やり続けています。まあ、そんなことでですね、スウェーデンで、なんで、バイオマスが利用されるかという一つはですね、木材産業が豊富だと。木材産業をですね、非常にこう頑張ってる。で、日本もですね、スウェーデンから、木材を輸入してます。家建てたりするのに。あんな遠い国からですね、わざわざ買ってんですね。日本の木材はですね、まあ、木材いくらでもあるのにですね、スウェーデンから買ってると、まあ、それぐらいですね、スウェーデンの木材市場はですね、ビジネスとしてうまく成功しているということで、木を使えばですね、当然半分は、まあ、いわゆるバイオマスですね、燃料になったりします。木1本持ってくると半分がですね、例えば建築材で、半分は、燃料になると、まあ、そんな、具合ですね。それからさっきのですね、地域熱供給というようなインフラはですね、まあ、集中暖房ですね、これが整備されてたんで、バイオマスへの転換がですね、まあ、非常にこうやりやすかったと。それからまあ寒いということでですね、熱の需要が大きい、これもあります。それからさっきのですね、施策ですね、例えば税金、あと教育、これをですね、ずっと地道にやってきているということで、まあ、ここら辺はですね、学ぶことができるんじゃないかと。まあ、寒いってこれはまあどうにもならないんですけども、学ぶべきところはですね、1番と4番は、少なくともですね、学ぶべきところじゃないかと思います。これはですね、家庭ですね、スウェーデンの、まあ、農家を訪問しました。で、まあ、日本の、農家とまあ同じでもないですかね、感じなんですけども、これ何を言いたいかというとですね、昔から、家全体をですね、集中暖房します。で、日本は、分散冷暖房ですね、各部屋に、エアコンがありますね。まあ、これ、いい部分もあるし、悪い部分もあると。分散のいいところは、必要な部屋だけつけとけばいいと。ところがですね、スウェーデンは本当に寒いんで、集中暖房ですね、地下に、このボイラーがありましてですね、でここで、暖房して、年間温めます。これもさっきと考え方同じでですね、この家も昔はですね、石油で暖房してたんです。でところがですね、それを、バイオマスに変えたと。必要なバイオマスはですね、自分で取ってくると。これですね、もうこれで、家のですね、暖房が、石油からですね、バイオマスに 100% 変わってしまうと。まあ、これなかなか日本ではできないですよね。各部屋にエアコンがあるんでね、まあ、これなかなかできないんですけども、まあ、スウェーデンではですね、まあ、そういうことで、バイオマスがさっき言ったようにですね、4分の1がまあバイオマスになったと。次にですね、バイオマス発電の、お話をします。これはですね、発電の方式ですね、一番、簡単なのは燃やすことですね、いわゆる火力発電で、熱を、取って蒸気タービンを回します。だから普通の火力発電と。次はガス化して、ガスを出してですね、主に H2 と CO2 なんですけども、これでエンジンを回すと、あるいはタービンを回すと。それから、メタン発酵ですね。これは下水とかですね、家畜の糞尿とか、まあ、人間の、まあ、廃棄物とか、家畜の廃棄物、生ゴミとか、これは燃やすことがなかなかできないんで、水が多いんで、メタン発酵してですね、メタンから、メタンでエンジンを回します。それからあとは、水素ですね、これ作ります、バイオ水素。メタンから、主に作りますけども、これで燃料電池ですね、これを動かそうということですね。まあ、これも、かなりですね、最近は普及レベルに近づいてきたと。
ということで、まあ、これがですね、主に行われている発電の方式になります。その中で一番多いのは木質バイオマス発電なんですけども、どういう状況になるかというとですね、こういう状況になります。まずですね、その電力を自由化しようじゃないかという動きがありまして、それから2003年にですね、RPS 法ですね、これによって電力会社にですね、新エネルギー利用のが義務付けられたと。まあ、これ新エネルギーって書いてありますけども、全くイコールじゃないんですけども、大体再生可能エネルギーだというふうに考えてください。ですから東京電力さん、あんたはですね、何割は、新エネルギーでやんないとダメですよと。もし自前で、新エネルギーの発電ができなかったらですね、新エネルギーの発電やってるところから買ってくださいと。まあ、いうようなことでですね、これが義務付けられたんですね。まあ、そんなことで、大型の、バイオマス発電所がですね、いっぱいできたと。で、それと同時にですね、石炭混集発電。これは石炭の火力発電にですね、バイオマスを混ぜます。そういうことがですね、起きてきたと。ところがですね、この時点では、この燃料は何だったかというとですね、まあ、バイオマスは言ってるんですけども、廃木材、建築廃材、こういうものがですね、まあ、メインだったわけです。ところが、まあ、景気が悪くてですね、ちょっとまあこういうのが出にくくなったっていうのと、あともう一つはですね、これが増えた。これがすごく増えたんで、これが足りなくなったんですね。でそうするとどうなるかというと、生のバイオマス、いわゆる、林地断材ね、これを集めてこなきゃいけないと。まあ、林地断材とか間伐材をですね、集めてこなきゃいけなくなったということで、コストがかかると。でそのコストはですね、とても電力会社は持てないと。それからまあこれ東電バイオマスだけじゃなくて太陽電池なんかもそうなんですけども、これすみませんね、2012ですね、ゼロが1個多かった。まずこのですね、2011年に、地震が起きましたね、3月11日。地震が起きたの昼だったんですけども、地震が起きた日の朝、これがですね、閣議決定されたんですね。で、地震が起きた。これは大変だということで、急いでですね、これの案が詰められて施行されたわけです。だから1年とかちょっと、1年ちょっとぐらいしかなかったんでですね、もう急いでこれやったんで、結構いろんな歪みが出てるんですけども、まあとにかくこれやったと。で、バイオマスについてはですね、まあこういう、高い値段で買いましょうということになったわけです。で、この未利用木材っていうのは、いわゆるまあ今でいうと間伐材、それから一般木材っていうのはですね、これ何かというと、これはほとんどがですね、輸入材です。買ってこいということになったんですね。その結果ですね、この間伐材がどん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 発電に使われるようになったと。それから輸入がどん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 増えていったと。まあ、こういう現状にあります。じゃあバイオマス発電ってどんなものかというと、まあ、こんなもんですね。これ一つ例ですが、会津にありますグリーン発電。これはバイオマスのですね、戦勝の発電所として第1号です。ここしかなかった。だからここで使うですね、まあコスト、ここでかかるコストがですね、そのさっきの固定価格買取制度のまあ元になったわけです。まあ、記念すべき第1号。まあ、どんな感じかと言いますと、約5000キロワットですね。それで、ですね、木材がですね、こんだけですね、約年間でですね、7万トン使うと。で、1トン5000円ということで、まあ木材費がこれぐらい。売上は10億円と。まあ、大体こんな規模です。で、これはですね、2016年現在、たくさんのですね、バイオマス発電が赤はもうすでにあると。それから黄色は着工中。青は、計画。ということでですね、ものすごい多くのですね、バイオマス発電所が現在、計画されております。で特に、去年のですね、秋ぐらいに、ですね、さっきのフィット固定価格買取制度がですね、かなり、変わったんですね。安くなった。で特に輸入代とかですね、なんか安くなったんで、駆け込みでですね、まあ、去年、この申請がたくさんありまして、これだけですね、今計画されています。ですから、これまだまだどん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 増えてきます。で増えてくるとどうなるかというと、足りない。足りないとどうなるかというとですね、買ってこいということでですね、こっちがですね、木質ペレット。カナダから、木で作ったペレットですね。これ見てください。こんな勢いで増えてます。毎年毎年えらい勢いで増えてますね。これは去年ね、2017年です。今年になったらもっと増える。で値段は、下がってきてですね、だいたい20円、ぐらいですね。これ紙の消費量が今ですね、減ってきてるんで、紙を、取るためにですね、まあ、
紙を取るための木材がですね、こっちにまあ行ってるということで、結構安くなってると。それからこっちはですね、パームヤシですね。パームヤシの油、これ食用なんですけども、このですね、品質の悪いものとかですね、あとこれのカス、これがですね、これもものすごい勢いですね、100万トン以上、去年は輸入されています。ものすごい増えてますね。こんなふうにですね、輸入がどんどん増えてきたと。でこれはあの地球全体でですね、 CO2 削減という意味ではまあいいのかもしれないんですけども、ちょっと考えさせられますよね。さっき言ったようにバイオマスというのはですね、地産地消というのも一つの意味があったわけですね。だから地域の活性化という意味があったんですけども、まあ、何でもいいから買ってこいというのではですね、あんまりその、地域に貢献しないと。だから我々できればですね、日本の木材をちゃんとして、それでスウェーデンのようにですね、木材をちゃんと売って、それでその残りをですね、燃料に使ってほしいんですけども、なんかものすごいですね、こう歪みになっていると。ということで木質バイオマス発電の課題を挙げさせてもらいますけども、まず何を一番考えなきゃいけないかというとですね、林業をちゃんと立て直すと。これがまず一番かと思います。バイオマスはあくまでもおまけと。それからコストですね。それからまあこれさっきちょっと日本ではなかなか難しいんですけども、あのまあ熱をですね利用しなさいよということです。それから灰ですね、これも問題なんですね。あの灰は日本ではですね、かなり高いお金を払って処分してもらっています、ほとんどは。だけどスウェーデンどうやってるかというとですね、スウェーデンはあの森に撒いてるんですね。で森から取ってきたんだから森に撒けってのは当たり前なんですけども、日本ではなかなかそれうまくいかないんです。でなんでうまくいかないかというとですね、若干ですけども、あの重金属が混ざってきます。これバイオマスの中には重金属が入ってないんですけども、ボイラーでですね、高温で燃やすんで、そのボイラーのですね、材料の鉄の中にですね、若干ほんの微量に入っている重金属がですね、灰に混じってきます。ですからこれをですね、日本人はまあ日本人というのは本当に1か0なんですね。ゼロってのはないんですけども、ありえないんですけども、ちょっとでも 0.00 いくつもちょっとでも入ってるとですね、これはダメだということになってしまう。でスウェーデンはそれをですね、きちっと測定して、それで OK ですよということで、森に撒いてます、灰を。灰もですね、あの1ヶ月か2ヶ月か置いておくとですね、あの土みたいになるんですね。だからまさかあの花坂じいさんみたいにですね、あの粉を撒いてるわけじゃなくて、もうほとんど土みたいな感じでですね、戻してます。灰の中にはですね、まあ肥料分になるですね、ミネラルがあるんで、まあ、これを元に戻すというのはまあごく自然ではないかと思うわけです。次がですね、液体燃料、バイオマスから液体燃料を作って、それでですね、まあ自動車を動かしましょうと、あるいは飛行機を飛ばしましょうという、そのような話です。いろんな方法があります。エタノール、これアルコールですね。あの大西先生のお話にも出てきましたけども、大西先生のお話で飲む、お酒でして、私も実は飲むお酒の方が燃料のお酒よりもはるかに好きなんですけども、まあ、仕事からですね、あの大西先生のように飲むお酒にタッチできたらいいんですけども、私は飲むお酒はタッチできなくてですね、もっぱらの燃やす、お酒ということになります。ということで、澱粉とか糖からですね、これまあお酒とまあ基本的には同じですね。やっぱり酵母を使ってですね、作ります。それからまあ後で言いますけども、セルロース系ね、これは木とか、藁とかからですね、やっぱりエタノールを作りましょうと。それからガス化して、メタノールを作りましょうと。それからまあバイオオイル、作りましょうと。あるいは油はですね、バイオディーゼル、これはディーゼルエンジンの燃料になりますね。こういうものを作りましょうと。エタノールは、ガソリンに混ぜる。で、バイオディーゼルはですね、軽油に混ぜて、使います。あとは、これらをですね、ちょっと変えて、ジェット機の燃料に使いましょうというようなことがですね、あります。まあ、車はですね、今電気自動車とかハイブリッドになりつつあるんですけども、飛行機ですね、これは多分飛行機は電化はされないだろうということで、飛行機用は最後までですね、この、まあ、化学燃料がいるんじゃないかということで今ですね、注目されているわけです。それで、まあ、多いのはですね、やっぱりエタノールなんですね。これです。まあ、飲むエタノールと同じようにですね、澱粉とか糖から作るエタノール。どんだけ一体作られてるのかと。こんだけ作られています。ブラジルではですね、まあ、昔からですね、この政策的にエタノールをずっと作ってきました。この緑がブラジルですね。サトウキビから作っています。からアメリカはですね、主にトウモロコシから作ってるんですけども、ここでぐわっと伸びてきましたね。で今ですね、1億キロリットルぐらいがですね、主に、ブラジルとアメリカ、あとまあ若干の国でですね、作られているわけですね。
これ飲む量よりもはるかに多いですね、燃やしてる方が。これまあいろいろ意味合いがありましてですね、多分にあの特にアメリカの場合はですね、あのまあ環境保護政策というよりも農業保護政策なんですね。トウモロコシのですね、トウモロコシと主にあの牛の餌なんですけども、あの人間食べるトウモロコシじゃなくて牛の餌なんですね。だけどもこのあの農業政策でですね、そのトウモロコシの値段をですね維持しようというような政策から来てて、これだけまあ作ってるわけです。で日本でどうかというとですね、日本でもあのいろいろやってますというかやってました。天才とかですね、佐藤大根ですね、天才とか、あとまあ規格外小麦って言って、あの品質の悪い米、それからミニマムアクセス米って言いましてですね、外国からですね、最低限これだけの米を輸入しなさいよということで輸入したんだけれども、あんまり美味しくないんでですね、誰も食べないんでエタノールにしてしまえとかですね、あるいはこれはですね、あの新潟で、農協がやってましてですね、エタノール生産、これは米から作ってます。よくあの米からエタノール作るって何事だというふうに言われるんですけども、これ農家もですね歓迎してますね。なんで、こんなことになったかというとですね、日本人米食べなくなったんですね。だから水田がですね余ってきたと、それからあとまあ後継ぎがいないっていうのもありましてですね、どんどんその耕作放棄地が増えていくと。農家は米作りたいわけですよ、やっぱりね、米儲かりますから作りたいわけですよ。それから国としてはですね、何かあったときに、日本はですね今の 60% 以上ですね、食料を輸入に頼ってますから、何かあったらですね、それ入ってこなくなったらどうしようもないわけですね。ですからいつでも、米のですね増産ができるように水田を確保しておきたい、まあ、そんなことがあってですね、まあ米からエタノールを作りましょうという、これ事業を新潟でやったわけです。でこれ JA がやったんですけども、あの当研究室でですね、これのまあエネルギーの分析を、やりました。そんな関係でですね、これをちょっとだけ紹介してもらいますと、まず原料はですね、この多州米というのを使っています。で多州米というのはもともとですね、あのさっきの、牛の餌ですね、牛の餌用に、作られた品種改良された、米なんですね。ですからあの普通の、米よりもですねたくさん取れます。味はまあね、あの牛のは申し訳ないんですけども関係ないと、とにかくたくさん取れればいいと、まあ、こういう米をですね、使います。それで、じゃあですね、ここで計算したのは何かというとですね、日本で、米からね、まあ、この新潟の事業と同じようにですね、エタノールを作って、それで日本の石油をですね全部賄おうとしたら一体どんだけの面積があるのか、そうですね、かなり、高く、これちょっと800なんですけど、かなり高く見積もりましてですね、ヘクタールあたり9トン、普通の食用の米ですと、まあ、5トンとかですね、まあ、6トン弱ぐらいですね、まあ、9トン取れると、まあ、実際にこれ取れてる例もあります。でさっきの新潟の実績ですと、1トンの米からですね、この 0.8383 キロリットルの、エタノールができます。で日本の、2015年のですね原油の輸入量約2億トン、2億トンですね、あ2億キロリットル、見当つきませんね、こんだけ使ってるんですね1年間で、日本だけですよ。これをエタノールで代替するとですね、エタノールの方が熱量が低いんで、エタノールで代替するとですね、約 3億、キロリットル言います。この3億キロリットルのですね、エタノールを作るためにはですね、米が8億、ね、6900万トン入れます。でちなみに、我々今食べてるですね、米は900万トンです。年間。我々900万トンしか食べてないのにですね、こんだけいると。必要な面積どんだけになるかというとですね、日本全部植えても足りません。これ大変ですよね。この土地もですね、皆さんの家も全部潰して富士山のてっぺんまでですね全部田んぼにしてですね、全部、エタノール用にしてもですね全然足りない。これだけ言います。 2.6 個分日本、ね、でじゃあトウモロコシいいじゃないかと、米だからダメなんだね、アメリカみたいにトウモロコシで持ってこいということで、トウモロコシでも計算したんですけども、ほとんど同じです。トウモロコシでも米でもですねやっぱり全然足りない。これ石油だけです。あと石炭もですねガスも輸入してますから、まあ、こんなもんなんですね。ということは逆に言うとですね、我々そんだけ、まあ一番最初に言いましたけどエネルギーをもう使いまくってると、だからこっちの方から何とかしていかないとですね、まあ、再生可能エネルギー再生可能エネルギーと言われてますけども、
こっちの方から、本当にシステム変えていかないとですね、これとんでもないことになると、孫の世代あたりからですね、とんでもないことしてくれたなあいつらと、まあ、多分言われますということで、もうこうなるとですね、本当に焼け石に水だと、もう何やってもしょうがないと悲観的になるんですけども、やっぱり何かやらなきゃいけないわけですね。何かやらなきゃいけないということで、何かやらなきゃいけない、何か、じゃあ何ができるかと。というとですね、まず一つは、この第一世代のバイオ燃料、これはですね、主にデンプンとかですね、まあ、糖とか、まあ、人間が食べたりですね、あと動物が食べられる、動物の餌になる、バイオ燃料、原料から作るバイオ燃料、これ第一世代って言います。これをですね、第二世代、藁とかですね、日本で言うと藁とか、アメリカで言うとですね、トウモロコシの取った後のね、カスですとか、あと木とかですね、そういうものにこう転換していこうと、麦藁とかですね、まあ、そういうものだと、食べないんでですね、あるんで、いいじゃないかということで、アメリカではですね、2007年にこういう計画を立てたわけです。赤が、第一世代のエタノール。で、それに対して緑がですね、セルロース系のバイオマス。こういうね、これをですね、作っていこうって計画立てて、今2018年なんですけども、こうなってるはずだったんですけども、実は全然できてません。まあ、ちょこっとやってるというぐらいなんですね。で、なんでかというと、コストが非常に高い。できるんですけど、コストが、値段が非常に高いです。これが問題です。じゃあなんで値段が高いのかというとですね、まあこういうことなんですね。これはさっきの大西先生のお話でありましたように、お酒作りますね。それと同じです。でんぷんとかですね、まあ糖ね、それはお酒を作ると。同じなんですけども、これは美味しく作る必要ないんでね、とにかく大量に効率よく作ればいいですから、当然使う、酵母もですね、使う反応系も全然違いますけども、まあとにかく基本は同じです。発酵させて作ると。それから、まあ、トウモロコシですね。でんぷん。これも、まあ、同じです。で、こっちですね。こっちはですね、セルロース系から作りましょうということなんですけども、これが、まあ、なかなか大変なんですね。さっきちょろっと出てきましたけども、セルラーデ。これを使います。セルラーデというのは、セルロースをですね、分解して糖にする酵素。ね、これを使います。問題はですね、これの値段が非常に高いということなんですね。いいお酒をですね、ちょこっと作りましょうっていうと、これ全然違うんですね。お酒ですね、1リットルいくらか知りませんけども、エタノールはですね、1リットル90円で作らなきゃいけないわけですよ。お酒はですね、そうですね、焼酎 25% でですね、1リットルですね、いくらぐらいですか、まあ、1000円もしませんよね、安いやつだったらね。でもこれ1リットルですね、25% じゃないですよ、100% に近いエタノールをですね、90円で作らなきゃいけないです。これは大変なんですね。だから、セルラードは非常に高いと。でなんでそんなに大変なのかというとですね、こんな風になってます。これ木ですね。まあ、大体こんな風になってます。まずセルロースがありまして、主にこれからですね、そのエタノールを作るわけなんですけども、それをですね、ヘミセルロースっていうのとリグニンっていうのがこう取り巻いてるわけですね。だから、セルラードがですね、このセルロースにくっついて、で、セルロースをですね、分解して糖にするんですけども、まあ、こんな風になってるんでですね、まず近づけないと。ということで、このリグニンとかですね、ヘミセルロースを引っ張らせてやる必要があります。で、これをやるのが前処理。これですね、いろんな方法があります。熱水処理ですね、これも100度以上のですね、すごい高温の、水の中に入れた圧力釜みたいなことでやる方法、あるいは爆砕っていうと、これも爆弾の爆砕じゃないんですけども、蒸気爆砕って言ってですね、あるいは細かくしたりですね、あるいは酸を入れたり、アルカリを入れたりという。こうやってですね、まず、このセルロースを剥き出しにします。私今何やってんだというと、我々の研究室ではですね、詳しくはもうお話ししませんけど、これをやってます。ここをどうするか。どうやってこのセルロースをですね、出すかという研究をやってます。これ出したらですね、あと糖化します。セルガードを入れてですね、これを糖に変えると。まあ、ここもやっています。ですから、今、糖研究室でやってるバイオマスの研究の一つはですね、これの、研究開発になります。それから、まあ、やっとセルロースが出てきましたということなんですけども、そこからあとですね、ちょっと違うんですね。これですね、でんぷんの、まあ、成分であるアミロース。こっちがセルロース。で、これどうなってるかというと、これ見たらですね、ほとんど同じなんですね。この1個のですね、こう、糖ですね、グルコースの糖がですね、こっちはですね、こんな風に同じ向きに並んでますよね。これ。下はですね、これ交互に並んでます。こんだけの違いなんですね。セルロースと、アミロース。
で、これだけの違いでですね、こっちはですね、ものすごく簡単に分解できると糖になる。で、ところがこっちはですね、簡単じゃないということになってきます。これなんでかというとですね、こんなふうにこれ同じ向きに並んでたら、これまっすぐになるような気がするんですけども、実は同じ向きに並んでるとですね、まっすぐにならずに、こうやって、斜線状になります。で、こっち、交互に並んでるとですね、これまっすぐになります。これもちょっとものすごく簡単に言うとですね、例えば人間こう手をまっすぐ伸ばしてですね、こう一列に並ぶと一列になりますよね。ところがこんな感じですね。こんな感じで、並ぶと丸になりますね。それがこっちの状態です。これもしですね、こういう人間が交互に私は前向きに進むと、まあちょっと非常にこうなんかこう指摘に言ったので正確じゃないんですけど、まあそんなイメージなんですね。じゃあこれまっすぐに並ぶと何が起きるかというと、まっすぐに並んだこの同士がくっつきます。こうなるとですね、これとこれがくっつくことはまずないんですけど、まっすぐに並ぶと結晶になります。ということで非常にですね、分解しにくい。これ当たり前なんですね。でんぷんというのはですね、栄養ですよね。栄養で、植物の中で作られてですね、で、例えば芋だったらですね、根っこの方に運ばれますよね。だから動きやすくできてるんですよ。セルロースもこれ木とかですね、の材料ですから、そう簡単にですね、自然に分解されたら困るわけですね。だから、分解されないんですね、頑丈にできてるわけですよ。だからセルロースも頑丈にできてるし、それをですね、さらに、ヘミセルロースがリグニンが取り巻かれてですね、自然に分解されないようにできてる。その自然に分解されないものを分解しようというわけですから、それは大変なんですね。だからお金もかかります。ということで、まずバイオエタノールの課題なんですけども、まあ、こんなふうにですね、まず第一世代、これはまあ作るのは割と簡単なんですけれども、食料との混合が競合が問題になると、まあ、ただしこれはですね、じゃあやめとけっていうようなものでもなくて、例えばさっき言ったように日本では、米のですね、消費量が減っていると、ところがやっぱり水田を維持していかなきゃいけないというようなことがありますので、まあ多少無理してもですね、多少お金がかかっても、エタノールを作りましょうというようなのも一つの考え方なんですね。ですから絶対やめとくというのはなかなか言いにくいと。じゃあ第2世代ですね、第2世代は木とかなんかから作るんですけども、これはですね、まあ、技術がなかなか難しいのと、それからやっぱりお金がかかるというようなですね、そういうまあ問題があります。ということでですね、まず、まあ、バイオ燃料に限って言えばですね、この第一世代ですね、これ、これを第二世代にまあ変えていってる最中ですね。それからもう一個、これはまあ、たまにこう第三世代って呼ばれるんですけども、まあ、陸上はですね、なかなか大変だと。さっき言ったように、日本は狭いということで、じゃあ水を使いましょうと。海の水を使いましょうというようなことですね。ということで、このマリンバイオマス。もですね、もに着目が集まっています。まあ、本当はですね、こう海水でできればいいんですけども、今のところですね、まあ、淡水でできるものも候補になっています。なんでかというと、これはですね、まあ、こういうものに比べるとですね、非常に生産性がいいんですね。ということで、第1世代、第2世代、第3世代、まあ、こういうふうにですね、こう流れを作ってみましょう、いきましょうということで、まあ、我々の研究室はですね、さっき申しましたように、こっちからエタノールを作る研究、それからこっちの場合はですね、さっきの新潟の例のように、どんだけ、どこにどんだけエネルギーがかかってんだと、どこにどんだけ、コストがかかってんだろうというようなことを、計算する研究、それからこっちですね、第3世代の研究をしてます。で、一つだけですね、研究室で具体的にやってるですね、例を1個だけ紹介、させていただきます。これになるんですけども、我々はですね、ボツリオコカスブラウニという、これ、まあ、水研の岡田先生と共同でやってるんですけども、これからですね、油を取る、研究をしてます。ということでですね、これどういう特徴を持ってるかというと、まずですね、この炭化水素を作るんですね、これ。これなんで炭化水素を作るのかわからないんですけども、炭化水素を作ります。で、普通の生物がですね、作る油っていうのは酸素原子が入ってます。トリグリセリドっていうんですけども、グリセリンですね、脂肪酸が3つついたような油なんですね。これ人間の私のお腹の油もですね、サラダ油も全部そうです。構造は同じ。基本構造は。ただ脂肪酸が違うだけでですね、基本構造は同じです。それが生物の作るいわゆる油って言ってる。で、それに対して石油。石油も我々油って言ってますけども、石油にはですね、酸素原子は入ってないですよね。C と H だけ。
動物とか植物の油にはですね、王が入っています。だから同じ我々油油って言ってるんですけど、全然違います。ところがこれはですね、生物なのに炭化水素をつくんですね。で、炭化水素は油が、酸素が入ってないんで、非常に燃料として質がいいわけです。ちょっとあとですね、この細胞の外に油を溜めるという、こういう性質を持っています。まあ、そんなことでですね、これに注目しました。で、最初にやった研究はですね、これを油を取るのにどうやって取るかというと、今まではですね、こいつを乾燥させます。これと乾燥させてですね、あと溶媒を入れて抽出すると。これがまあ一般的な方法だったんですね。ところがですね、この乾燥させるのにえらいエネルギーがかかるわけですよ。で、エネルギー、作ろうとしてるのにですね、エネルギーかか使ってたんじゃこれしょうがないんでですね、で、なんとかしないといけないなっていうんで、乾燥させなくてもいい方法を、考えました。ちょっと大西先生みたいに新聞持ってくれ、来ればよかったんですけども、ちょっと私あんまりこう自己アピールが下手でですね、新聞持ってこなかったんで残念なんですけども、乾燥させなくてもいいよと。90度ぐらいにですね、温めてやれば水の中にいるままでもですね、油が取れるという方法を見つけましてですね、これだいぶ下がったと。次にやったのはですね、ちょっとだけ海水を混ぜてやったらどうなるか。もともとですね、この海水を混ぜてやろうというのは、海水資源を使いましょうということで、ちょっとだけ海水を混ぜてやったんですけども、そしたらですね、ほとんどみんな死んじゃいました。ところがですね、うちの部屋にいたですね、院生が、ほとんどみんな死んだんですけども、なんかしつこくしつこく見てたらですね、またなんか生き返ってきたんですね。で、これはすごい人ということになってですね、で、いろいろ見たらですね、結構変わった状態になってましてですね、なんと、温めなくてもですね、取れるんですね、油が。これはすごいとということになってです。で、温めなくても取れるってことはですね、これ何がすごいかというとですね、これができるんですね。温めたりですね、乾燥したらもちろんなんですけども、そういった油全部死んでしまいます。だし、これをして油を取ると。これは今までの方法だったんですね。で、ところがですね、これまだ研究途上なんですけども、温めなくても取れるんでですね、もしかしたら油だけ取ってですね、あと、本体をそのまま置いとけばいいんじゃないかと。そしたらまたですね、油作るかもしれないと。ということでですね、これミルキングって言います。ミルクを、牛の牛乳をですね、取るのに牛殺しませんよね。牛は生きてる。牛は生きて、今日油を絞ったらですね、油じゃないわ。今日、牛乳絞ったらですね、明日またミルク出してくれますよね。それと同じで、この本体をですね、殺さずに油だけ取ると。で、また明日とは言わないんだけども、数週間したらですね、油だけ作ってくれると。そうするとですね、多分効率がですね、すごく良くなるだろうと。ということで、まあ一生懸命やってるのはですね、この、これですね、本体を、本体を殺さずに、いいものだけ、油だけ取ると。これを今やってるところでございます。すみません、ちょっと時間をオーバーしちゃいました。